何話せようかな、カカロットにしようかな、看護師が看護師ごしにしようかな、どう勝った人は一発芸か、その人に一個歌詞を作るでいいじゃん。あの、Qちゃん以外最下位の人は、あの、強制一発ギャグだ。やばい。最下位無理じゃん、絶対これ。最下位にはならへんやろ。え、もうガチで、もうガチで全力一発ギャグ。1位の人が、一発ギャグを誰かに触れる権限があって、2位の人は何の影響も受けなくて、最下位の人は強制一発ギャグ、OK。やば。もう一回言ってください、もう一回言ってください。1位の人は、いや、3位までにしよう、3位までに。3位までにしましょう。3位は2位です。3位でいい、3位でいい、3位でいい。3位でいい、3位でいい。3位はやばいっすよ。いや、3の方がおもろい、3の方がおもろい。3位の、3位までの人は、1位の影響を受けなくて、最下位の人は、もう強制一発ギャグです。自分で考えて。キューちゃん以外がでしょ？そう、キューちゃん以外。キューちゃんはちょっとさすがに、あれなんで、いや、俺もそこに入りたいけど、さすがにこれあれなんで。大会と思ってるわ。めちゃくちゃ緊張するんだけど、何これ。滑るのが嫌だからじゃない、そうやで、もう受けるから逃げるがやばいだろ。全員笑い殺してしまうからっていう理由だったらやばい。みんなの腹筋引きちぎっちゃうからって理由だったらやばい。それやってほしい、むしろ。それはもう筋肉だよ、逆に。むしろやってほしい。なんで逃げてんのってなる。でもザンギが生き残ってるのがなんかイライラする。俺絶対一発ギャグやんねんだよ。お前はやれ、進んでやれ。お前は何でも全然やって。お、これおー、マミさん、マジか。恐竜がいなかった、今。恐竜が危ねえ。ごめん、誰あれ。ごめんなさい、キューさん。シュウちゃん最低、アリケンハイグラ。ついでに言うな。流れが。ついでに言うな。ついで。超ついで。やばいな。いや、でも俺も勝つよ。え、うわ、惜しい。お前、一緒に勝負すんな。すごい。よし、大丈夫。検査あんまりない。俺がDRが恐竜がおる、恐竜が。さすがに。ナイスナイス。だから声がDRだ。前澤さんでも最下位だろ。あ、やばい。あ、ルリキモ、絶対こいつキモい。日本語おかしなったわ、キモすぎて。純粋な絶対キモい。来ましたシンクさん。多分誰でもファイヤー君のこと笑ってくれるよ。うん、俺も笑う。でも笑うって言っても可愛いかが出てる。アリケンさん、なんなんですけど、レイブン。俺、背中に28番って書いてるサッカー好き。あれ、アリケンさんレイブンだよ。やんな、なんかレイブンさ、俺最初誰ってなったんやけど、なんかあのレイブン見つけたら喜んで突っ込むの。レイブン誰？レイブン、ルリ君だよ、ルリ君。キルしに行こう。ルリ君、ルリ君、背中に28番って書いてる女好きが俺ね。近寄らん方がいいよ。前サッカー好きに使ってるとこ見たことない。いや、リケンさんがレイブン。いや違う、俺が28番でルリ君がレイブン。だからレイブン。レイブンなんで使わん。そう、ルリ君レイブンだからあんま近寄らん方がいいよ、マジで。殺されるで。アリケンさんとか入ってんの忘れててさ、レイブン、はっ、これ誰、なんか、めっちゃ下手じゃねって思って。で、だからレイブンはルリ君で、あの、背中28番って書いてんの俺だから。あの、近寄らん方がいいで、レイブンには、ほんとに。レイブン、バカにされただけやん。そう、レイブン、あの、ほんま、触らん方がいいよ、ほんとに。もう、やべ、もう、エイムしただけで、多分モニター壊れる。レイブンやろかんか。呪いじゃん。なんか、あれ、アリケンさんのスキン見当たらんなと思ったら。いやいや、あの、うるせえな、お前ら。分かった、俺のスキンは、あの、緑色の、なんかダイナモがあのマスク。はい、今買ったの俺。今買ったの俺。じゃあスキン変わるじゃん。にリドルボブって出てん。スターワンド持ってんの大体俺だから、よろしく。ごめん、降りる、ごめん。ヘリ食べんね。これにハイグラ取れん。絶対ヘイトもらわない方法ね、みんなこれ。誰か知らんが。あー、ミリムーン。俺は A2 のマネージャーだ。マネージャーだ。次ハイグラに来て俺を守れ。どうも A2 の応援団長。応援団長ってまあまあ意味わかんないし。うんこさん120、うんこごちゃです。うんこさん120ごちゃです。本当に勘弁してほしい。ルリ君、本当にルリ君、ルリ
お前ホキブリしてんのか俺のこと。はい。やべえよお前。さあなぜか残機の画面。残り HP26、 ローグラウンド資材は800。さあ1キル欲しい人はローグラウンドの。さあ残機を一発当てれば勝てるぞ。さあ敵が来た。お前黙ってろよ。なんで太ったの、なんで上行ったの、何やってんの、何やってんの、なんで当てないの。わざとじゃねえよ、勝てねえんだよ。ローグラニューラー一番下でイモるよ。取れ高まんじゅう、なんだ取れ高まんじゅう、新しいあだ名つけんの。お前まあまあ悪口だぞ。取れ高まんじゅうは悪口のセンスあるよ君。人のことまんじゅうって言うのやめろ。まんじゅうじゃねえよ、肉まんぐらいにしとけ。マジ取られたギル。もう根元崩してくれやつはさ、あ、デブおめえならこれ。やけ許さん、お前絶対殺す。デブくっそ。どうですか皆さん、ローグラウンド行ったらやられましたけど、どうすればよかったですか。なんで撃ったの、なんで喧嘩撃ったの。もう声マジヤクザみたいのしかいねえわコメント欄お前ら怖いって。なんで生きてるのはやばいよ本当に。じゃああなたたち言えますか、なんで生きてるか。自分がこの世に生を持って生まれた理由言えますか。僕は言えますよ。太るために生まれてきました。どうも親を幸せにするため。その思い絶対忘れない。エコー下手すぎ。待てデメこれ。鬼や。え？なんで喧嘩売ったかって聞きてえか。勝てると思ったからだよ。あ、残機だ、上手い人だ、頑張れ。上手い人です、よろしくね。おお。早っ死ぬまで。解けたんだ。早い。流れができてたな今。早かったな。どほど消耗なんだ。デリー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 デナドル痩せないんだ。何それ脳死プレイしてるってことでいい。じゃあ、じゃあ、まあまあ言ってるでそれ。誰か俺のインベントリを見てほしい。え、やば。え、ボブが引かれていったぞ。ボブが1位おめでとうございます。緊張した。はい、けんでくさ。誰にしようかな。じゃあ俺は確定だから俺からやっていいじゃん。はいですよ。じゃあ行きます。先にじゃあいつも俺が一番自信のあるやつやっていいですか。頑張ってほしい。はい、おかまが、目を閉じればを歌ったら。目を閉じればやばくない。始まった。ちょっとそこかぶせてくんのほんとやばいよ。ルリ、これどうするんですか。やるんですか。それ一旦やります。ちょっと待って、一旦そのままやります。やばいよほんとに。やってる最中にかぶせるのほんと一番しんどいからね。滑るよりしんどいから、ね、じゃあボブくん選んでください。いや迷ってるのが今ルリかマウフィンかメイシーさんなんですよね。アートマリアさん。いやボブみんなめっちゃ今息殺しとるで。黄金ライン。マウフィンとかの声通話来てから一言も聞いてないんだよ。あれマウフィンさんしようかな。じゃあマウフィン一発目で逃げたし、逃げたマウフィンさん。おっ、セーフ行って。え、あいつマジ逃げたっす。あ、帰ってきた。いや、まあでも、いや、あれはあるよ。あの、こびるのあるよ、ほんとに。うん、全然、うん。お前。ん、なんだよ、言ってみろよ。すべての権限は俺が握ってんだよ。なんだ、言ってみろ。一回だけ。もう今、もう、ほんとにお願い。じゃあ、ルリの言い訳は。本当に俺。無理の言い訳も聞こえない。いや本当に、いやもう相方、相方、言葉が出ない、もうやりたくない。ほんまに頼む。ガチ頼む。俺選んだなんか悪者みたいな雰囲気。いやそれもある。それを踏まえて。いや変化球投げるのもありかもしれない。あ、確かに。なるほどね。ああ。
感動しちゃった。このメッシーさんって言っていいの？そう、今後の絡みも考えて。メッシーさん？じゃあ、マフィンと見せかけてルリーマジでやばい。俺今まで何も考えてない。じゃあボブ君が教えてあげて、ルリ君に一発ギャグ。もう、お前とデュオ、もう一生組む。友情できたって。いい、いくよ。それじゃあ、ルリさんの一発ギャグまで、3、2、1、9。ふぅ。よーい、シャット。カエロット。カカロットカカロットうわーナイス一発ギャグ、ナイス一発ギャグ。いや、ガシャ、なんかもう本当にやばい。いやでもおもろかった、おもろかった、でもおもろかった、おもろおもろおもろ。チャンスでやったことないやつをやろうかなって思ったんですけど、なかったんで、ちょっと申し訳ないです。いやでも全力でよかった、やっぱ全力、全力だからよかった。俺は勇気出した。